はい、谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。はい、この動画ではですね、50歳のマリオネットラインを解消するマッサージについてお話しさせていただきます。はい、まあ、50代のって書いたんですよ。だいたいマリオネットラインって、まあ、50歳ぐらいから出てくるんで、まあ、50歳のと書かせていただきましたけれども、はい、マリオネットラインってまずそもそも何なんですかっていうと、ここですね、ここに線が入ってくるんですよね。その原因は何なのっていうと、まあ、ほっぺたが、まあ、こう落ちてきてこのお肉とお肉のこの境目ですよね、そこに段差ができるわけですね。こうですね。そうするとここが線ができると。でマリオネットって何ですかって言ったら、あのこいつはマリオネットじゃないですけど、なんかこうやって動く人形があるじゃないですか、マリオネットって、ね、鏡の中のマリオネットって言ってましたよ、誰かね、誰か言ってましたっけね。はい、こうやってね、こうそういったらここに線が入ってますよね、人形のね、はい、この人形の線がこうマリオネットの線が入っているのと同じところにあるからマリオネットラインと言いますよということですね。はい、じゃあそのマリオネットラインはどうやったら消すことができるんですかというと、まず、うん、その現象をね、捉えてほしいのが、まずほっぺたが、うん、落ちてきてしまって、まあ、特にここの肉が下がってきていることによって、段差ができて線ができていると言いました。じゃあこの筋肉ですね、ここの筋肉が硬くなって下がってきているわけだから、この部分の筋肉をほぐすことによってたるみが解消できれば、結果的にマリオネットラインは解消することができるということになります。はい、ではその筋肉っていうのは何なんですかっていうと、まあ、何個かありますけど、今日はこの口角下制筋ですね。まず口角下制筋、こいつをほぐしたいと。はい、口角下制筋っていうのはもうまさにこうこうやって口角を 下に下げる筋肉ですね。はい、でそう、これを言おうと思ったんですけども、あのちょっとブルドッグ顔というかマリオネットラインが深い人っていうのは、非常にあの口がですね、こうへの字口になっている傾向があります。こういう感じで、ね、これはもう口角下制筋っていう筋肉をもう使うのが癖になってしまってて、こうやって、はい、もうこの何ていうんですかね、もう慢性的に使っちゃってるんですね、口角下制筋を。そうすると凝ってますから余計たるむということなんで、はい、でなんでできればこういう癖、はい、このへの字口にする癖、そういう人相をやめるっていうことを頑張ってほしいんですけども、はい、ただ、口角をこうね下げてへの字口にする癖をやめたいんだけれども、長年そういう癖を作っちゃってるんで硬くなっちゃってるんですよ、筋肉が。はい、なんでやめろと言われてもやめれないんで、まずはほぐしてほしいんですね、柔らかくする。柔らかくした上でこっちじゃなくてこっちにね、口角を上にこう上げるようなトレーニングをしていただければ改善することができますんで、柔らかくしてから口角を上げる方の筋肉を鍛えるというのが一連の流れになります。まずほぐすと。で、2は、上げる方に鍛えると。筋肉をね。この順番になりますんで。で、この動画では、とりあえずここをお話ししますということをご理解ください。はい。じゃあ、この口角下制筋どうやってほぐせばいいんですかっていうと、口角下制筋は平べったい筋肉なんで、挟むことができません。はい、なんで、指3本の腹を、このマリオネットラインの真ん中にピタッと当てて、沈ませて筋肉にピタッと触れたら、横にスライドします。これで言うと、こう当てといて、横に動かします、うん、で毎度毎度言ってるんですけども、皮膚が滑っているだけじゃ何の意味もないですからね、はい、中の筋肉を捉えてそれを動かしていることに意味があるんで、このマッサージは、はい、表面をガッと
全然変わってませんみたいな、それは変わってへんやろっていう話なんですよ、はい、ピタッと当てて横に動かしてください、はいはい、でビフォーアフターの確認ですね、いつも言ってます、鏡見といてやって、はい、で離してみると、それで、マリオネットラインが薄くなってるとかね、この垂れ下がっているのがマシになってってなれば、このマッサージは効いたということになります、はい、効いたと、つまり効いたものっていうのは継続すればより良くなります、はい、でやった結果、余計マリオネットラインが深くなったっていう場合、これは根本的にやり方を間違えてますんで、そういう方はまずこの動画をもう一回見直してもらって、もう一回こいつを見てください、ここの場所を、で指の当て方を、動かし方をもう一回見てください、必ずそうやって修正していけば、良くなっていきますんで、ぜひ、トライしてください。はい、この動画は以上になります。チャンネル登録またの方はこの辺のボタンを押していただいて、また、このマッサージに関して、ご質問ある方はコメントしてください、はい、さらにですね、こういった技術を学びたいとかね、スキルアップしたいという方はですね、概要欄とコメントの一番上にメルマガの登録フォームを貼っ付けているので、そこからメルマガ登録をしてください。そのメルマガでは技術的なところですね、のより深いところですね、ちょっとプロ向けにお話をしたりだとか、 YouTube では話せないようなことを話したりしてますんで、興味のある方はぜひ登録お願いします。それでは失礼します。